一回ひねります。持ちます。もう一度ひねります。中に入れます。で、これで8の字ができてます。で、この8の字のこれを全部締め切らないで、ある程度の大きさで、こういう感じになるようにしときます。いいですね。で、これの中に、 8の字のこの方向を見て同じ方向にこの P ラインの先端を入れていきますで、これをある程度こう抜いたらね、今度はこ,この結節の部分8の字の部分を指で押さえてそしてこれを8回巻きつける1 2 3 5 6 7 8この巻き付け方は別に緩くていいですからでこの8回巻きつけたら今度逆に逆逆じゃないですよ向きは一緒で今度反,反対に戻していく戻して上からまた巻きつける1 2 3 4 5 6 8回ですね、これが摩擦系ノットになりますから今度はこの状態から今こういう状態ですね。ねこの巻きつけたこっちの余った糸をこの今入れた向きと同じ向き、えー、こうですね。これは 下から上こっちから向こうですよねになってるんでこの先端をこの輪っかの中に同じ向きで下から上に抜くと。でこれ3本が同じ向きになってることを確認したらまずはこのリーダー側を締めるこの8の字を。 キュッと締め込むで締め込んだ後にこの2本を持ってこのまんまスーッと締めていくだんだん締まってますね締まってく締まってく締まってくさらに締め込むこうですねで最後にメインラインでキュッとこの状態で今もう結節は これで抜けないですからで、すかフィニッシュをしなきゃいけないんでメインラインとリーダーの余りを一緒に持つ一緒に持ってここにこの余ったメインラインをハーフヒッチで入れるこれ1回。 でもう一度ハーフフィッチで締め込む前に入れるこれで2回今2回がこう重なるで重なった状態でこれを締め込むキュッキュッキュッキュ,ッキ,ュッキュッとこれで今リーダーの上にかぶって2本が締め込まれてるでこれ2回 緩めたのを一気にやるともうこれ抜けてこないですか1回ずつやるより緩まないからでこの余ったリーダーをカットするこうですねで今この状態でもう一度だけ今のハーフヒッチを入れていく1回いいですか そしてまたもう一回これを締め込まないうちにでこの2本がチューッと重なるねで、重なってここで締め込むキュッキュッキュッとはいこの状態でもう完成ですでこれを糸をこの。 メインラインンラを切らないでこのメインラインの余りをカットするこれがノーネームノットですね。